こういうもんだが。もうおかしくて我慢できないよ。何がおかしい？日本人バカ。
ペコペコニコニコするだけでよかったよ。簡単だったよ。だから私いっぱい楽しかった。お前らバカな日本人のこと。なんだ、日本人悪く言われて腹立ったか。やっぱりお前も日本人だね。本性を表しやがって。勘違いすんじゃねえよ。知るかよ、てめえみてえな小物に騙される奴のことなんか。だがな。だがなんで、なんで怒ってる。なんで怒。人に指さすな、ボケ。間抜けめ、どうせ強制送還されるだけ。待て。すぐに戻ってやるよ。マヌケはてめえだ。無事に帰れるとでも思ったか。またここへ来るつもりなら覚悟するんだな。お前を裁くのはこの国の腐り切った制度なんかじゃねえ。甘く見るなよ。この俺が法律だ。ごめんなさい、ごめんなさい。喋るから、あなたに喋るから。言ってみろ。ブローカー、今日の昼に新宿中央公園来てる。私、入国代金払う約束だった。ホームレスの格好してる、言ってた。そうかい。また来いよ。密入国者たちはブローカーに数十万から数百万という大金を支払い、この国へと渡る。だがたとえ網の目をかいくぐり大地を踏みしめることができたとしても、彼らに安息の日が訪れることはない。なぜならそうした過去を持つ限り彼らは犯罪者でしかないのだ。警察はそうした者たちの存在を許しはしない。
いつか。仲間？バカが、やりやがった。なんだこれ！近づくんじゃねえよ！どうなってもいいのかよ！確保！おわ、なんだこら、なんだこら、いてなんだこら、なんでだこら、そう、なんでだ、なんでこんなことに、くそ、おいそこの貴様、待て、そこを動くな。指図すんじゃねえよ。貴様！入国ブローカーが殺害されるという予想外の幕切れ。なぜ、何の目的で男は殺人を犯したのか。今まさに男の取り調べが始まろうとしていた。おい、
貴様、おい、おい、おい、貴様は、おい、おい、あ、何？ふん、おお、石津にブローカー殺しを命じた男前川は、警視庁がマークしてきた要注意人物だった。外国人組織とヤクザとのパイプ役をもこなす前川が、この町に与える影響は大きい。前川を野放しにするわけにはいかない。警視庁の威信をかけた捜査網がここに展開しようとしていた。皆さん、はい、
新宿に暗雲を呼び寄せる男前川。この町の犯罪抑制のためにも前川の検挙は急務であった。本庁捜査員の表情にも緊張が走る。と同時に所轄である新宿中央署にはこれとは別の任務が与えられていた。田村が売りさばいたとされる7丁の拳銃を回収すること。一般人の手に渡ってしまった以上それを追うことは容易なことではない。だが犯罪を未然に防ぐためにも捜査員たちはその足取りを追う。